はい、皆さんこんにちは、うん、久しぶりに今日はゲストがいます。ゲストってあれで、安藤裕二君です、はい、安藤裕二君がゲストかな、まあ、ね、久しぶりかな、まあね、久しぶりに星空の招待席に登場ということでね、はい、語りたいと思います、はい、ね、あの細話をね嫌いなわけじゃないんだけど、うん、マニアックに行くのか初心者に行くのかでね、このね、うん、あのチャンネルってねちょっとなかなかね考えちゃう時があるんだよね、うん、安藤君やっぱマジックの話とか、安藤君のねラジオマンジャックが、ラジオマンジャックじゃラジオマンが人気の部分があるから、うん、そこに力入れてもらおうって、はい、で星は僕が買ってました。でなんで安藤君が今日登場かっていうことは、うん、実はね、あのカーク船長が宇宙に行ったんだよ。カーク船長っていうのは、あの、わかるんですか、スタートレックの主人公だね。ああ、前ちょこっとだけ DVD 見たかな。で、90歳、うん。はい。その彼がね、宇宙に行ったんで、その話からね、宇宙の話をしたいなと思って。はい。安藤君はね、90歳だったら3分の1までいかないけど、半分以下の年齢です。うん、うん、そうね。ね。だけど、うん、そういうね、あの、本当にね、あの、うん、映画の主人公、昔言うと、アメコミの主人公が、うん、本当に何十年経って、ついに本当に宇宙行っちゃった話。カーク船長のね、あ、星野の正体って言う。あの、本人のね、談話も語りながら言ってみたいと思います、ね、うん、で、もう一回だけ言うよ。はい、星空の招待席。いや、17秒過ぎちゃったけど、まあいいや。それで、はいはい、安藤君は宇宙に行きたいと小さい頃から思ったことはまずありますか？まあ、行けるもんならちょっと行ってみたいなと思いましたね。あ、そうね、はい。まあ、普通の人はそうだよね。うん、僕はね、あの、夢で宇宙に行く夢よく見んだけど、うん、行きたいと思ったことはあんまりないの。うん、理由は簡単で、うん、疲れそうだなと、大変だなと、まあね、宇宙は天体望遠鏡で見るのが好きで、うん、宇宙に行くぐらいだったらでっかい望遠鏡が欲しいってのが、ね、この考え方なんでね、はいはい、で、でっかい望遠鏡買っちゃって、うん、面白いと思って出せなくて、うん、見ないままオクラになっちゃってるっていうね、うん、まあ、ほんのバカみたいな話だけど、ほ、うん、いでね、今回って宇宙ってどのぐらいかっていうと、はいはい、あの、まあ、地球から、うん、球みたいなロケットで持ち上がって、うん、あの宇宙と言われる領域、はいはいはい、おそらくね30キロぐらいかな、地球からに上がったと、はい、30キロってのはエベレストの3倍以上の高さであって、うん、確かにもう空気もないようなね、うん、成層圏に近いところです、うん、そこに行ってそこから無重力を体験して、はいはい、そこからあのパラシュートで帰ってきちゃったんだよ、無事に、うん、で感動して涙を流したってぐらいに感動したんだって、うん、それはあれだけさ、あのスタートレックっていうのは代表的な人がね、うん、本当に宇宙に行ったんだよ、船長だったら、うん、船長実は宇宙に行ったこと一回もなかったんだから、うん、それであの世界の記録ね、うん、80歳だった宇宙船記録を90歳に持ち上げたってんだよ。はあ、すごいな。すごいすごい。で、これからね、宇宙旅行がどんどん安くなって、昔は500億とか、うん、前澤さんがなんか500億ぐらい使って今度行くんでしょ。ああ、どうぞ、前澤さん。そうそう、12月に。はいはい、で、12月に行って、これはただの行き方じゃなくて、うん、あの、ソ連からね、バイコヌール宇宙、あの、ロケット発射センターから行って、はいはい、ISS に泊まって帰ってくる。すげえな。すごいよね。そんなことが民間人ってあの人が、ね。で、スタッフ連れて行くっての、うん。俺なんかさ、スタッフ連れてね、エジプト行く、まあ、スタッフ連れてね、うん、安藤連れて行くのがね、うん、精一杯なのに、うん、ゾゾよ、ゾゾッとしちゃうよ、うん、本当に、前田さん。まあ、なんだったら、あの、ほら、ツイッターで、うん、一緒に行きたい人いませんか、招待しますよ、ぐらいやってた人だから、やってたね、やってた、うん。あれ確かさ、あの、あや、なんか、ゴーリカやめさんとね、うんうん。旦那だか、離婚したかどうか知らんけど、うん、なんだよね。そうそうそう。あやめちゃん連れてかないんだ。まあ、別れたんじゃないの。もったいないね。連れてもよかったのに。まあ、そうだよね。うん。ほ、うん、諏訪智美さんに似てるって言って本人が言ってたけど。うん、まあ、いやいや、それ、なんか、気にしないよな。はい。まあ、それでね、宇宙旅行が近くなったことは事実です。うん。だから、今、僕らの時代に、俺が生きてる時代に、なんとさ、民間人が ISS に泊まるってことは、うん、まあ、火星にも人は行くし。はい。ね。火星に住むなんて話も今実際ね、うん、現実に随分動いてて、うん、あの今実際に火星に実際行くあの人が、うん、トレーニングで、うん、アリゾナかどっかの砂漠の中で、うん、男女2人ずつが合計6人、はい、ね、なんかもう向こうで、ね、トレーニングしてるらしいんだよ。本当にだから要するに孤独の時間が長いでしょ、うん、あと要するに喧嘩しちゃうんだよ、仲いいやつでも、はいはい、仲いいやつもたくさんいると喧嘩しちゃうから。それはそうですよね、うん、だからそんなね、あれも踏まえた上で孤独とかそういうのに耐えるために6ヶ月間の旅行だから、うん、あの片道。なるほどね。片道6ヶ月がコロナで2年間もすごいけど、6ヶ月からさ宇宙で何もなく、うん、ね、運動しないと筋肉がなくなっちゃうから、うん、運動だけしてたら、うん、俺は死ぬな、うん、俺は多分死ぬと思います。僕は多分人間関係で積みそうだからちょっと、うん、そうなんだよね、人間関係って難しいんだよね、うん、だからそれを考えた時に宇宙大変だなっていうことなんだ、うん、
だから本当はさセラピー犬かなんかも連れてってさ、うん、言うとかね、うんまあ、いいんじゃないかなってのもあるけどね、うんうん、ただやっぱりいつか人間は宇宙に出ていかないといけないから、うんね、人類が今ね人口が70億を超えてどうのこうのっていうね、うんうん、で人口が70億いて住む場所がないことはないんだけど、うん、貧困だとかいろんな格差があった時にどうやって食えない人たちとか、うん、貧困の人たちを活用していくかってことを考えたら、うん、宇宙出なきゃいけないのかなっていうのも一つの考え方だからね、うん、だからそれも踏まえた上で宇宙開発をしなきゃいけないと、うん、で残念ながら開発できるところは火星しかないと、うん、いうふうに言ってます、はい、だけど俺の考え方は実は月が最適なんだよ、うんうん、月って水もあるし、うんね、近いし、うん、あと温度も完璧でしょ、うん、地球と同じだから大体さ、うん、その場所的にまあそうですね空気がないから温度が食べられないことがあるからね、うん、いや火星に空気があるかったら本当に薄い空気があるだけだから、うんうん、だから薄い空気でいいんですかってことだったらもういいって言われたらそれでいいけどさ、うん、何のために火星かは俺分かんない、うん、地球より多少重力があるから便利な面もあるし、うん、不便な面もある、うん、内側は金星の方が近いんだけど、うん、金星はまともに地球人が泊まれるような場所がないってところが問題なんだろうね、うん、要するに灼熱だから、うん、これがみんなが不思議に思うと思うんだけど金星より水星の方が太陽に近いのに水星の方が涼しい、うん、これ不思議だよね、うんうん、水星はもう一つ立派なかったことがあってさ、うん、要するに太陽に向いてる方の場所と向いてない方の場所ってのがあるっていうのが必要だよね、はいはいはいうん、要するに潮汐ロックって言って、うん、太陽の引力で固定されちゃって月と同じ、うん、裏側が見えない、はいはい、あれが水星もある、ところが最近微妙に裏向くってんだよ、微妙に、うん、ちょっと微妙に行く部分のところとか、うん、水もあることが分かってるから人間が行ってもね例えばそこの水を分解してエネルギーにするとか、うんうん、いろんなことをして酸素も作れるし、はいはいはい、仮想できるんじゃないかと、うん、だからそう考えると火星まで一回行っちゃえば、うん、その行った経験から、うん、宇宙隅々まで人間が行くってことが可能になってくるって気がしましたね、なるほど、うん、まああと木星とか土星とか行ったって降りる場所もないからね、うん、天王星海王星を、うん、いやー科学戦闘船長ですよ、はいね、ということは逆を言えば古代艦長とかさ要するにヤマトの はい、あれも出てくるんじゃねえかなって気がまあねまあ本当そういうこと考えたらすごいです。あ、うん、ちなみにもうちょっと全然関係ないんだけど宇宙には、はあアメリカの殿堂で、うん、アニメのあれで、うん、高橋留美子が殿堂入りしたってのへえうるせえやつだとかそうね、うん、あれもまあねアメリカそういうの好きだねっていう、うんうん、いやー科学船長ね僕ねそういう意味でスタートレックよりスターウォーズが好きな人間なんで、うん、あれだけど、うん、スタートレックってのはほのぼのドラマだったんだよねアメリカねへえでなんで俺がダメかって言ったら宇宙行ったっきり帰ってこれないそのままだから、うん、でずっとゴロゴロゴロ宇宙あっち行ったどこ行ったテレポートしろ帰ってこないテレポートしろ帰ってこない、うん、でアメリカのはそういうの多くてね、うん、例えば宇宙家族ロビンソンって名前で日本出たやつもそうなの、うん、一回外に出ちゃったら帰ってこれないで帰ろうって言ってる旅で、うん、長く見てると疲れちゃうんだよね、スターズミの先生っていやドンパチドンパチの終わりの方が見やすいってのがありました。まあとにもかくにもね宇宙に出て科学船長が飛んだ、うん、そして ZOZO の前澤さんが IS に泊まる、うん、初めて月に行くのは誰かなと初めてねそれを考えたらね、うん、日本人だよ、うん、楽しみですよ、うん、安藤君かなとかね安藤君でも嫌だっていうか月はでも早いよ、まあ、月があったらちょっとね行ってみたい気がするよ、ね、かぐや姫がいるのかどうか見てみたいウサギ捕まえてくるとかさペットになるかなとかさ、ね、ネイザーランドドワーフじゃなくてさ、ね、ムーンドワーフがいるかどうかとかね、うんはっきり言って月もねその昔ちょっと前だったの映画の中ではさ、うん、要するに裏にはなんだろうな空気があってとかねなんかねそうそうそう人類には知られないなんか都市があるみたいなね、うん、あとロケットはなんか、うん、大砲の弾みたいなので行くとかね変なのがいっぱいあったんだけど、うんまあ、現実的に言ったら月はどうかってことを考えた時に、うん、今は都市衛星じゃないけどさ宇宙のね、うん、前の生命たちの基地があるとかいろいろ言われてます、うん、でも現実的に言ってほしい言ってね、うんアポロが行った時にアポロの後ろに何か映ってたとかそういうのを 見て、はいはい、見せてほしいね、うん、ほら映ってねえじゃねえかでいいから、うん、で月行ったら嘘かどうかってところも言われたじゃんいいね、うん、あれもね取ってきてほしいですね、うんはい、まあそんなわけでね科学船長おめでとうございますねもう何であろうとそうやってねアメコミの世界の人間が映画になってそれだけでもすごかったのに実際に映画になった人間が月に行ったってことは、うん、現実問題としてすごい漫画みたいな話だよね、うん、例えば50年前とか、ね、その時に聞いたら何バカなこと言ってんだよ、うん、月なんか行けるのはね NASA の何人にしかいねえんだみたいなことを言ってた人間たちが多いから、うんうん、そんな感じです、うん、はい今年終わって来年からは
月面着陸またありますからね、うん、楽しみに見ていきたいと思います。はい、はい、それでは皆さん、はい、また来週どうもありがとう。